すんごい臭くて。すごい臭くて。ここでシンジにセカンドインパクト。ドイツ激震。もう車内が地獄絵図。あれナチョは？おい、この動画ナチョ出てきてねえ。ナチョ出てきてないじゃん。昨日の配信で話そうとして、止めてたのは、車内放出金器は自家発電親バレ金器のどっちかですか。あ、俺はね、車内放出金器の方の話だね。それに関して言うと、昨日言おうとしての待ってた、言ってたのは。話し出してようやくこう気になるところに差し掛かった瞬間、急に金木さんが窓を開け出して車のねウィーンって思ったんだけど、まだ特に何もこれ何作ってんだろうね。その次の瞬間、お前手こいただろうってシンジさんが言うの。コロッケやろ。お前ってあたりでウィーンってウィーンってあ、シーサー作ってんだ。パンキーが横だからに追ってきたんかな。すんごい臭くて。でかいな。今話してて、そう、席順がね、よいちゃんが俺の後方だったんだよね。こうなってた時に、まあ俺がここで放飛をしたわけですよ。ポンってこう、ことの異常に気づいたのはまず第一俺がここでまず気づくわけで、ことの異常にダレンって、そう、放飛がした時のタイミングっていうのが、まあこれがこの段階では、まあ 0.00 秒やな。この中では臭いか否か分かんないわけじゃないか。でこっから天気激震、これがもう2秒なんだよこれ。そう、ここでな、この間はまあやり過ごせるかって落ちたっけ。俺は激震して、こっから俺の判断は早かった。もうすぐさ窓を全開に、ただ窓全開にするんだけどラグがあるんだよ。でこれ3秒ぐらいわけね。反射神経も含めて 0.07 この間で、ここでパワーウィンドウで上がりきるかなって思ったんだけど、ここで認識してんだよシンジが。ここでシンジにセカンドインパクト。ただ人間って行動しようと思ってから実際に行動できるまでにラグがあるのね。シンジはここで1秒のラグがあった。これがシンジここで激震認識したところがこのシンジ激震。でシンジ激震が 0.07 のね、もう05とか、これ 0.0705 から、こっからシンジ発言、お前へえこいたなって、このへえこいたなーの、これが 0.08秒ね。このタイミングでやっとよいち激震。この瞬間によいち激震。これなんでこうなったかっていうと、窓の全開があったんだけど、俺この窓の全開の時に致命的なミスをしたの。窓を開けようと思ったんだけど、窓のボタンっていうのがさ、こう4つあるわけじゃん。こう焦って、俺ここが最初に押しちゃったの。こう押しちゃったの。ちょっとタイムラグ、1番の窓から開閉されたのね。で2番の窓から開閉されたの。そうなってくると空気の流れっていうのがこうなるんだよ。そうで、結果これがもたらした効果っていうのは車内全体に充満するへなんだよ。この結果シンジが先に気づいて、ヨイちゃんが遅れて流れてくるっていう最悪の状態が発生したんだよね。しかも俺ここからさらに焦って、なんと3番目と4番目をここに開けちゃうわけ。どうなるのか。後方に流れていった兵が一気に前方に戻ってくるわけ。もう車内が地獄絵図。この期間で一番対応したのが、風がさ、ここからこういくわけじゃないですか。でその後にこれがこう戻るわけね。そうで、当然これはこうも行くわけ。でこれはこう出るわけ。でこう出るわけ。じゃあ結局4つの場所になった時に一番対応するのはどっかっていうと、ここなんだよ。
待って何の話、ここ、わら、これ与一、流体力学、そう、つまり与一は俺の兵を一番長くさらされたことになる。そう、俺の部の空気の中に一番長くさらされたことになる、与一が。結果的に何が起こったかっていうと、このこと起こったのはもう誰でもわかるね。うん、惨劇。まあまあ大事な話をしてる瞬間だったんだけど、俺の部と一緒にその話も無賛してったわ。うん、これがなんと10秒のね出来事でした。これ見た、これ買う、お前ら。そういえばめっちゃよくね、フッサンのコラボ T シャツ、これマジでいいな。換気で思いっきりタバコ吸ってっけど、うん、めちゃくちゃアイコ吸ってるけど、もうこれ OK だったらもうフッサンも認めてんだと一緒だけどな。これ結構高い、12,000円かな。まあけど正直利益出そうと思ったらこれぐらいでやんないと無理、高っってなると思うんだけど、仕方ないんです。これに関しては別に多分全然普通に良心的な金額だと思う。3900リポストももらえて2700分も入ってて、ちなみに剣気はコネでタダで手に入れようとしてるっていうか、だいたいこういうのはいつも基本的に送ってこられる、うん、だいたい送ってもらえる、だいたいから今回も多分何かしらで何やかんやで送ってもらえるんじゃないかなと思ってる。リジェクトはすでに俺の住所を知ってるから多分大体来ると思う。うん、そういうもん、うん、また外配信で絶対これ着ていくんだ。多分今マジでストリーマーのファッション事情ってマジタダなんだよ、全員マジでタダだから、マジでもらった服しか着てない全員。これだってこれイベント T シャツ、これ俺着てるやつ、これ飲み会とか行ってもボルトルームしか着てない、みんな飲み会行くじゃん、飲み会行った時にバッてみんなが一堂に会した時に着てるのはボルトルームの服か CR の服かフェンネルの服か、ゼータの服かこの4パターン、みんな支給品さあマジみんな支給品おぼと太陽あたりはたの服も着るよな。あ、まあおしゃれなやつはそうだけど、その服に興味がないぜいるじゃん。わ、マジで全員それ。てかそもそも俺たちみたいなもんってどういう服がかっこいいとかわかんないんだよ、おしゃれじゃないし、そういうのに関心がないから。だからそういうののプロの人たちにこれ着とけばとりあえずなんとかなるよって言われる服を着て、それを提示されるっていうのがやっぱいいっていうか、これ着ときゃいいよっていう。今まではさ、その結局何着たらいいかわかんないから、とりあえずカルバンクライン着ときゃ無難かっつって着てたけど、今はそれがもうボルトルーム着てたら無難かになるから、ある程度大人になるとさ、多分いいものみたいなのを持っとかないと殴られるっていうのが多分あるんだよね。どっか社会人とかもそうだと思うんだけど、けどそれがさ、ボルトルームの服を着ることによって全部帳消しになるんだよな。うん、すげえよな、ボルトルームの服を着てるってことで全部が帳消しになるんだよ。何か YouTube に同棲ありなし、同棲できる相手について話すカルビっていう気持ちあるけど、ナチョとプッサンとアカリンが出てんだけど、カルビ絶対ナチョだよな多分。なんて言うんだろう、見るか。その異性に興味が出る年頃みたいなのってあるじゃん、やっぱ女の子ってさ、そういう時に私が全然興味を示さなくて、うん、私そんなに覚えてないんだけど、20秒ぐらいいかないと本当に心配してたらしいです。はあ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 、カルビは本当はね、女の子が好きなんじゃないかみたいな、マジで心配してたらしい。まあいるよねたまにね、本当にそういう恋愛とかに関心がない女の子、特に女の子の気するわ。違うよ、一緒に住むのは別にいい、そりゃ女の子でもいい、でもその女の子の中でも一緒に住めそうな女の子っていうのは限りなく少ないと思うけど、うん、そういう人ならいいさ。でもだからって別に、でもナチョでしょ、女の子が好きなわけではないぞ、ナチョでしょそりゃ。アカリン、でもアカリンは無理、女性はね、私から言ってるけどアカリンと一緒に住むのだけやもん。そうなんだ、無理リリオさん、私はリリオは無理だな、毎日ダイエットしてくれそう、アカリンは無理、わらわら、フッサンはね、平気かもしれない。あー、フッサンいいんだ、かわいそうに、わら、バカ否定しててくさ、即答くさ、わらわら、アカリン傷、アカリンもかなり大きい、わらわら、やっぱり食べる人か、物産実家やん、わらわら、あれナチョは、おい、この動画ナチョ出てきてねえ、おい、おい、この動画ナチョ出てきてない、イマジナリープルル、くさ、あれ、同じ存在やん、おい、
騒ぎ。あ、ナチョちゃんはこれで終わり。そういえばバーガーキングのファインバーガーナチョ出てきてないじゃん。釣り動画ですか。おーナチョ出てきてないよ。まあこれは公式切り抜きチャンネルだからいいわ。じゃあ、うん、あいつがこれをカルビのチャンネルでやったら俺は物申してた。おいお前やってること一緒じゃねえかっつって。あ、飛ばしたとこ出てたんだ。なるほどね、出てたのか。じゃあいいや、じゃあいいや。けど俺カルビに言われてからカルビがサムネに出てマジでカルビが全く出てない動画の時はね連絡するようにしてるわ。カルビ今日の動画にお前は載ってるけどお前は全く出てこないぞって。うん、わらわら根拳器、わらわら注意書きしといて。サムネにカルビは出ませんって。もう絶対カルビ出さなくていいじゃん。さ、米印サムネはイメージです。